いや、あのね、僕が試合で成立させたのが4年前ですね、真夏の試合で。で、その頃は、この一応の新カートがまだメーカー出てなかった、バスプロショップスの輸入しかなかったんです。はい、でっかいやつ。あれ使ってて、みんながそんなもん釣れるけど。でも、デッキ来たら、ほんまにそれしか乗ってないなと。どうすんの？いや、打つだけで釣れるし。で、2での試合があって、真夏に。はい。で、それで、まあ、買ったんですけどね。で、その時から、まあ、いろんなコラムとか、ね、原稿書かせてもらってて。で、実はその前から、実際には、まだ琵琶湖で、まあ、僕らの団体の、トーナメントがやられてる頃の秋口で卸しもで、当初は1オンスやなし4分の3しかなかったですね。はい。でそれも琵琶湖のほとりの某ショップさんしか置いてなくて、それをいつも棚買いしてたんですね。でそれを打ち込んだり、あとヘビ弾をやってて、ウイドを打ち込んでたんです。秋口でも9月ぐらいから。でそういう時のをやってて、まだ全然根拠なかったんです。それがもう、JB が試合があった頃のですから、7年、そうですね、7年、8年ぐらいになりますよね、前ね。はい。で、その頃からやり始めて、だんだん、当初はまだ言うても、夏場でもね、片田とか、まあ、ここら辺でもアウトサイドエッジいうのがあったんですよ。それがどんどん年々なくなってきたりして、で、これもっと精度は、なんか根拠あるんじゃないのみたいな。でそれからずっと打ち続けていったら、要は僕がたどり着いたのは、まあこの広い中でもそうなんですけど、まあ、ドームになるとこですね。でドームになるとこっていうのは茎が太い、まあ、大金玉が生えるということは、定数が硬い、それをウイドが生える前の4月5月の時にも定数が硬いとこをチェックしとく。で夏場になるときっちりそこにエビモが入るか、そのカナダモが入るか分かんないですよ、ササバモか。運よく大カナダモが茂ってくれたら、そこは定数硬いところで硬いんで、じゃあその中に魚消えることないやろから、昔のやり方で打ち込んでいったらたまたま出たっていうのがヒント、でも日替わり、超日替わりなんか追求していくと、あ、法則性が見えてきて、ウイドの形であったり、打ち込む角度であったり、はい。だから多分ね、ここ最近で皆さんもね、1オンス新刊も手に入りやすいし、いろんなところでこういう釣り方ありますよっていうので、よし、釣れるかな。ネット使いました。ちょっとでかいんで。お、取れねえ。よっしゃ。じゃじゃん。丸波ですわ。丸のみですわ。すげえ。3キロはないですね。2800ぐらいですね。53シってところですか。ブリブリですね。ブリブリですわ。すごいわ。こういうのがすごいでしょ。この腹が。綺麗よ。綺麗でしょ。ありがとう。よし。仕事してもらうんです。あ
っちがっちゃいい神様は努力を見てくれてる。今日から、週末あるあの BGL のトーナメント前哨戦ですね、これのプランに入るんですけど、季節柄、8月も今お盆過ぎてるんでね、水温的に若干下がりつつあるのと、あと、真夏の、結構北西風とかが吹くんですけど、結構最近南風が吹いてると、そういうので今回の課題としてはやっぱり破壊力がある一音数、これをメインに組んでいくんで、そのエリアを、荒れてるとこであれば非常に成立しにくいもんですから、北西吹いた時、それから、南風ですよね、これ吹いた時でもちゃんと、成立するエリアを、今日は初日、ウイド見ながらで、またウイドでいいところがあれば打ち込みしながら、エリアをね、どんどん持ち駒を増やしていきたいと思います。だんだん周りがえらいことになってきましたね。あっかん、完璧ロックかかりました。もう負けですわ、やられた。ヨーヨーにあります、これも。で、半分ですわ。で、風変わりますね。食うよ、こう変わって、もうほんまに 2,30 分の間ですね、むっちゃ魚が反応良くなる。丸田んぼ、よっさ、はい、
これでもね、江戸かかとがあれやけど川一枚に近いんですよね。はい、ドゾン。これもね、まあこの腹を見てやってください。パツンパツンの五条アップ。さすが。これは抜けますわ。まあたまには。相変わらずテプリント腹もテプリントしてるんで、ね、筋肉余裕の。やばかったです。これスターゴンかかってるから、食い損ねる瞬間です。だからこれがすっぽ抜ける手前ですよね。はい、あんだけバイト取れてても。いやいや、着底して途中でもう食ってたようなで、一回おかしいなと思って、落ちる前に一回サミングかけたんですよ。ほな引っ張ったんで、はい、あれそのまま気づかんと落としとったらもう離してますね。だから抵抗かけたんで二度食いしたきたんやけども、離す手前やったんで下顎かけて危なかったっす。基本的にはこういう風なエリア1箇所見つけるじゃないですか。人夏行きます。はい、それぐらい使えるんです。ただ要は台風とか大荒れとかでウイドウを思いっきり変化させないこと、飛ばさないこと、それ以外は大丈夫です。あとはもう人的プレッシャーはもうしゃあないですよね。そのエリアにかかる人的プレッシャーっていうのはしゃあないんで、やっぱり朝が大事ですよね。10時ぐらいまでが。はい、でそれ10時以降でもそのエリア釣ろうと思うんであれば、やっぱりおのずの食わせ方もとかんと、はい、そこの魚引き出せないですよね。で今日みたいにね、前半あんだけのギンギンで迫られて、でもやっぱり1時間に1本、1時間半に1本でもあのサイズをきっちり出そうと思ったら、自分のこういうシチュエーションの場合でプレッシャーかかったら光線と出えへんっていうのを分かっていれば、やっていた魚は応えてくれてますね。それが合うてれば、はい、ちごてればやっぱり竿曲がらないです。だから絶対的に僕がやってるのが全て正しい方で、絶対そんなことないんで、ただ自分はこういう時はこうした方が良かったっていう経験値だけでやっとるんでね、だから全ては魚が答えてくれるんで、お前のが正解って言ったらゴーン言ってくれるし甘いわって言うたら甘噛みしょるしね、はい、やられましたけどね。はい。
前までは山田優とか良かったですね。はい、今誰でしょう、ショコタンとか言ったらびっくりするでしょ。嘘ですよ。昔とかね、藤原紀香とかね、まだ大学生だった内田有紀とか、はい、スポーティーな感じの子好きやったんですけど、今でもあの木下優ですか、あのちょっと元ヤンの、うん、あいつアホっぽいけど可愛らしいじゃないですか。なんか女っていうのは可愛らしくてやんちゃっていうので可愛らしいですね。あ、ユキだ、そうそう、ちょっと水が悪いけど、まあ、まだいけるか。あ、太すぎ、あかんわ、これ3キロあります。